皆さんこんにちは。 M2 プラントの金子です。今回は、靴ひもの通し方をやってみようかと思います。いろんな通し方はあるんですけれども、最もポピュラーな、パラレルという通し方があるので、そちらの方で実践してみようかと思います。はい、それでは実際に通してみようかと思います。まず一番まあつま先に近い側の両穴ですね、上から両方とも入れます。こうですね、今さらにこうやって分かれてます。はい、で、左右で今分けてるんですけれども、逆の方ですね、入れようとする今持ってる手の逆の方の一つ穴飛ばしたところに下から入れます。で、こっち側は飛ばさずに下から入れます。この真逆ですね、真横、真隣の方に入れて、同じです、逆側の一つ穴飛ばしたここに入れます。で、こっちの方は的なりに入れて、一つ上のところに下から通します。で、これも同じように的なりに入れて下から通す、この形ですね。横にこうビビビビッとなった感じ。まあ、通し方としてはこれがパラレルという感じになるんですけれども、実際にこう紐を締めると、ですね、こう長さが若干ちょっと違ってしまうんですが、ですね、今僕のこの左手の方がちょっと長めになってるんですが、これをちょっとずつ調整しながら、例えばですね、今これ僕が持ってる方の手が一つ飛ばしたところにこうつながってるというか、こうつながってるんですよ。微調整していきながら、おおよそ長さが揃う感じになります。これがパラレルの通し方になっております。実際に、靴を脱いだり履いたりするときに、調整がしやすいのがこのパラレル結びの、特徴かと思います。はい、実践してみてください。はい、それでは、ご視聴どうもありがとうございました。